え、法務大臣の寺田稔さんがね、だいぶ追求されてますけども、この方、広島5区なんですよね。で、もう、最初から最後まで、これ黒い人なんですよお。そもそも、なんでこれ国会議員になれたのかなっていうのも、地元ですごく不思議なんですよね。なんか不正があったんじゃないかなというふうに、地元では噂されているんですが、証拠がなかなか見つからなかったんですよね。ところが今回はね、 様々な証拠が上がってきて、まあ、寺田みさんももう観念してるんじゃないかなと思います。総務大臣になっちゃってね、もういろんなパンドラの箱を開けられて、もうボロボロですよ。それなのに、すごい苦しい言い訳を国会でされてます。えー、寺田み総務大臣、広島5区に関する政治団体、寺田みのる呉講演会が、 寺田氏個人から2011年に借り入れた600万円について、翌年以降の政治資金収支報告書に記載がないことが8日分かった。寺田氏はすでに返却を受けたとしており、収支報告書の提出先である広島県選管は、返却したなら団体側は収支報告書に支出して記載するべきだとしている。まあ、これはね、分かっていて、 明らかにインチキをしたんですけども、まあバレたから仕方なくね、いろんなこと言ってますよね。それから決定的なのがこれです、えー。地元のテレビで証言されているんですけども、これね、私が代表であるはずがないというふうに、まあ男性が気取ってるんですよ。これは、 寺田ダミ竹原講演会の代表っていうふうにされてる方が、私はそんなのやったことがないよっていうふうにね、証言してても、もこれは動かぬ証拠なんですよね。講演会の事務処理をめぐって追及が続く寺田ダミ総務大臣。またその追及の種となるのでしょうか竹原講演会の終始報告書に、代表と記載された男性は自分が代表ではないよと否定、強い口調でしてます。すごく怒ってるんですよね。えー、これがですね、 えー、下見庄司さん、96歳。96歳ってのもすごいですよね。元気ですよね、この方も。こんなの初めて見たよっていうふうにびっくりしてますよね。うん、これが寺田総務大臣の竹原講演会の代表というふうに勝手にされていた、96歳の下見庄司さんなんですよね。2020年の竹原講演会の収支報告書には、代表者に 下見さんの名前がある。しかし、この報告書を見た下見さんはそう言っていたということなんですよ。これをテレビで証言してるんですよね。もちろん顔出し、名前出しですよ。この書類があること自体が考えられないとも言ってますし、過去には代表を務めていた時期があるかもしれないが、5年以上前から講演会とは関わりがないよというふうに強調してるんですよ。で、勝手に自分の名前使われてね、いろんなこう責任の追及をここにぶっ込まれるかもしれないということで、本当にき取ってますよね。 こんな報告書が実在することが不自然極まりない当の昔に私はこの事務所の連中から排除されたあなたは出入りしてもらったら困るって言うてねと事務処理がねでたらめよねというふうにこれがだからね地元で寺田稔さんがねいつもインチキをしてるんじゃないかと、うん、なんかいろいろと怪しいことやってるんじゃないかって言われる一つの原因でもあるんですよねさまざま他にもね疑わしいところが結構あるんですようんだからね お亡くなりになった方が、なんかね、反抗をしてる、みたいなことで。つまり、お亡くなりになった方の反抗を勝手にこの寺のみりょさんを押してるんですよ。もうデタラメ極まりないんですよね。で、こういう人が総務大臣やってるわけですから、それはね、この前の NHK 党の浜田、佐藤参議院議員も追及されてましたけども、NHK を所管する総務省、ね、NHK の受信料、未払いの人数とその金額いくらか、 把握してますつっ,ったら「把握してません」って総務省答えてるんですよねもう馬鹿極まりないということですよねそれをまとめているのがこの寺田総務大臣ですからこのアホ面もいつまで見ることができるのか、まあ、地元広島の人間として非常に興味深く見ております、まあ、こういう人間を早くね排除しないとこの国に救う寄生虫の穴は全然塞がれないんではないかなと思いますね